てるんですよね。無理するの好きなのかなっていうふうに、あの空間で作り上げるっていうふうな、やっぱりアーティストの側面が出ちゃうんですよね。だってエンターテインメントじゃん。正直鈴鹿でライブなんか無理でしょっていう。フライングビー立ち上げてからは本人でフライングビーの社長でもあり、まあもう一つの顔としてはそのやっぱアーティスト、この2つの顔を持ってる中ですごい、まあ、あのなんだろうな、今まではただアーティストで自分がやりたいようにやっていくっていうことだけを言ってきたんですけども、まあ、やっぱりフライングビー立ち上げてから社長経営者っていう目線も持つようになって、やっぱりどこかちょっとあの本人も苦しんでるじゃないですけど、悩んでるところもずっと見てはきてましたけど、最終的にはやっぱりアーティストの側面が出ちゃうんですよね。だからこそ25年もあの活動を続けられていて、今も第一線でやっていける理由っていうのはそこにあるのかなと。常にやっぱ挑戦し続けるという気持ちを AK 自身が忘れてないっていうのが一番大きいのかなっていうふうに思いますね。節目になるところで挑戦するっていう決断をしなきゃいけない時がやっぱあるんだよね。でもそれがあったから今までここまで来れたのかなっていう。だからすごい遠回りのようで、それが俺にとっては結局は最善の道、最短なのかもしれない、その長期的に見たら。だってみんながやらないことをやるからこそみんなと違う結果を得られるわけであって、みんながしたくない挑戦するして、それをこの成功させたからみんなと違う賞賛を得られるわけであって、でもこれって口で言うのめっちゃ簡単なんだけど決断できないのよ。いい意味なんですけど常に不安を抱えてるんですよね。なんかこう俺が一番だってこうもう落ちることねなんていうふうに思ってる人じゃないんですよ。常にやっぱ武道館やる時もその名古屋城やる時ももちろん今回の鈴鹿サーキットの時もすっごい不安を抱えてリスクを背負ってやってるんですよね。だからこう、まあ、弱音じゃないですけどその不安を見た時とかにもなんか応援したい気持ちにもなるし、その成功した時に本当にもうこう拍手でおめでとうって言ってあげられるんですよね。なんか割と意外な一面多いですよね。あのイメージと全然違うっていうか、ド M な感じありますよね。結構無理するの好きなのかなっていうふうに、まあ、AK 自身も事務所の皆さんもなんか感じます、ね、あのサイバーエージェントのね創始者でもある藤田さん、ことあるごとにこういう挑戦を、ね、見てもらってるんだけど、アベマがね立ち上がったばっかりの時に何百億っていう赤字を叩き出してて、結構周りの経営者が藤田さんやべえんじゃねえかみたいな結構噂してたんですよ。でそれを俺は会食の時に藤田さんにあのぶつけてみたんですよね。あすごいなんか遠く見て僕ね勝てない賭けをしないんだよねって言ってその時に言ったんだよね。ふーと思って本当いや俺ねなんか本当にこれも僭越ながら俺と同じと思ったんだけど、レベルちゃうよでも金額のレベルちゃうんだけど、本当に全然レベルちゃうけど、でもそういうところが本当に男としてボスとしてかっこいいなっていう、もうそういうところでなんか俺は藤田さん を見習わなきゃとか、自分がしていることはこれで間違いねえんだなっていう答え合わせをしてるようなもんで、あのやっぱ相当懐の大きい器のでかいやつじゃないとこれはゴーできないですよ。まあやっぱり不可能を可能にするとか、まあ、逆転するとか、武道館の時も名古屋城の時もやっぱり多少心配な気持ちはあるんですけど、ただやっぱトータルとして AK のこうバリューを上げているというか、そこで大きな武道館のライブやったり名古屋城のクオリティの高い作品を世に放ったり、今回ザ・レースをおそらく鈴鹿でやることっていうのは、まあ、結果的に AK 自身の価値を上げるので、なんか細かい損得っていうよりは、まあ、そっちの方がトータルで見てプラスであるという、まあ、考え方をするという。ライブ制作、まあ、ライブマンとしてはちょっとでもまあ収入とかのことも考えるので、普通だったらまあ
いっぱい入れれないかもしれないですけど、ある程度の、お客さんとかはもしかしたら調整したら入れれたとは思うんですが、まあ、池谷さんどちらかっていうとそういうところではなく、有観客もやろうと思ったらできるけど、それよりも本当無観客で自分の本当こだわったライブをあの空間で作り上げるっていうふうなことを、まあ、選択されてたので、鈴鹿サーキットでもうすごい前代未聞な配信ライブを作り上げるっていうところに本当こだわったから、まあ、そういう選択をされたのかなとは思ってます。実際あの名古屋城のオンラインライブ、あのめちゃくちゃクオリティ高かったんで、まあ、僕も見ててもうずっと目が離せないほど面白かったし、まあ、面白かったっていうか良かったっていうか、うん、まあ、生でライブ見るのとはまた別の良さがすごいあったなっていうふうに思います。まあ、名古屋城のライブも見させてもらいましたけど、そのカメラの向こう側にその何千人何万人っていうものが意識したライブをされてるから、僕はその本人がいいと思う方でいいと思うんですけどね。今回の鈴鹿のその試算表を見た時も、いや普通に経営者として見たらちょっとね、あの鳥肌が立つぐらい無理どうすんのこれっていう。だけどそれだけじゃないのよ本当に。やっぱりエンターテインメントである以上、俺たちが考えて、もうしかもアルバム作ってる時からもうその絵を想像してて、それができた時のこの興奮とか感動とか、どれだけこのちゃんと伝えれるか、やる段取りを組めるかっていう、決断をできるかっていうこと、もうそれに尽きるんだよね。だってエンターテインメントじゃんっていう。レースはここで終わったと思うじゃねえ。お前のエンジンが止まるまで何回だっていける。そう信じたやつだけが景色ってやつを見せたい。行こうぜ。なんかぬるいミュージシャンが許せないんですよね。一緒にトレーニングしたからこそ分かるんですけど、気合が半端ないですよね。さらに、まあ、上を目指して、全てはライブのため。